スーツ、ふざけるな。お前だけは絶対に、許さない。今回は、あの大物 YouTuber、スーツ様に対して、私が激怒していることが1点ありますので、それについて話していこうと思います。知らない視聴者兄貴のために、一応簡単に説明しておきます。スーツ交通様は、現在登録者99万人の、交通系 YouTuber です。まだ若いのに、まるで昭和のアナウンサーのような、独特の語り口によるマシンガントークなどで、大変な人気を博しております。私はそんな彼に、怒っていることがあります。先日ポケモンの新作、ポケットモンスタースカーレットバイオレットが、いよいよ発売されました。現在多くの配信者がこぞってプレイしていますね。モロチン、スーツ様もスカーレットバイオレットの、実況をしてくれるだろうと思って、楽しみにしておりました。それなのに週末になっても、実況動画が投稿されません。おい、スーツ様、これは一体どういうことだ。ふざけるな。今週末にきっと、ポケモン配信をしてくれるだろうと思って、楽しみにしてたんだぞ。どうしてくれんのこれ。またあのポケモン実況特有の、毒舌サイコパス、ブチギレマシンガントークが聞けると思って、楽しみにしてたんだぞ。こっちは、ゲーム実況チャンネルで最後の配信をしたのが、2021年11月19日、大パリメイクの配信ですよ。ちょうど1年くらい前ですよ。1年以上ゲーム実況チャンネルを放置するとか、舐めてんのか。スーツ様といえばポケモンが大好きで、ゲーム実況チャンネルである、スーツセビロゲームズ、というチャンネルも保有しており、過去にポケモン実況を投稿されています。この人チャンネル一体何個持っとんねん。私が把握しているのは、スーツ交通、旅行、セビロ、ゲームズ、車窓、多分この5個で全部でしょうか。スーツ様は昔、セビロチャンネルなどで、若干サイコパスっぽいキャラを売りにしていました。しかし最近では企業案件や行政案件も増えてきて、また昨今のコンプライアンス意識の高まりもあってか、スーツ様はサイコパスキャラを、若干封印しているような印象を受けます。しかしそんな若干抑え気味のスーツ様でも、ゲーム実況では、思う存分キチゲを解放しておられました。例えば実在する人物に対して、サイコパス的なブチギレ方をすると、今の時代だと若干問題があるじゃないですか。でもゲーム内に登場する、架空の人物に対してブチギレる場合は、全く問題がありません。その利点を存分に活かして、スーツ様はブチギレ実況とかいう、ゲーム内の出来事に片っ端からブチギレるという、前代未聞のゲーム実況をしておられました。ゲーム実況モードのスーツ様、私は好きなんですけどね。真面目な話をすると、彼がゲーム実況をあまりしないのは、金にならないからだと思います。もしゲーム実況で効率的に稼げるのなら、彼なら鬼のようにゲーム実況をやっているはずです。彼は昔動画で、ゲーム実況の広告単価について話していましたが、単価が意外と安かったです。普通に交通チャンネルや旅行チャンネルの方で、動画投稿していた方が儲かるんじゃないかというレベルでした。時給効率が最強と思われる、スーツセビロトークチャンネルですら、最近あまり更新していないことから推測すると、交通旅行チャンネルに力を入れた方が、将来的に成果が見込めると判断しているのかもしれません。私としてはスーツ様を応援しておりますので、彼の活動に口を挟むつもりはありません。これから12月にかけて広告単価が上がりますし、今後スーツ様はさらに忙しくなるでしょうから、ポケモン配信をするのはちょっと難しいかもわかりません。スーツ様のポケモン配信が見られるかはわかりませんけれども、もし配信があれば私は見に行きます。スーツ様のポケモン実況を待ってるぜって、私以外にもいますか？もしいればコメントお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。